ようございます。今日は10月の25日です。水曜日ですね。昨日ちょっとね忙しくてブログ撮れなかったんだけど、めいっこちゃんのコスチュームを作ったりしてました。で、一応まだ完成してないんだけど、ある程度できたのでちょっとお見せします。昨日必死にこれを作ってました超厚底スニーカー。これなんかスポンジなんだけど、スポンジっつっても硬めの、すごい硬めのウレタンスポンジみたいなやつだから、ちょっとでもね若干怖いんだけど、これを作ってて、で靴をね今ガムテープで留めてる。まあ1日だけだからこれぐらいで多分大丈夫だと思うんだけど、まあ何かって、その画像見せたじゃん。で、画像のやつはなんか竹馬みたいなのに乗ってるわけだけど、竹馬をちょっと作るのは、まあ、木とかも材料とかも買うの結構お金かかるし、あと安全面でちょっと怖いので、まあ、これだったら、これがまあ安全かどうかは分かんないけどあと、まあ、あのスティックも持つんだけどね。なんかまあとりあえず作ってみて、で昨日このレッグカバーっていうのかな、こういうシーツ買ったんだけど、シーツを切って感じでレッグカバーを作ったので、ここゴムになってて、足をこの中に入れてなんか履くんだけど、またちょっとまだねこれくっつけてないから、今日はこれをこれくっつけて、で、あとこの辺の衣装とかももう終わったんだけど、昨日めいこちゃんがこれね、先生とめいこちゃんでこの松葉杖を買いに行ってて、10ドルで個人売買のしてる人がいたので10ドルで買ってきて、でこのボックスで形を作ってたので、これを今日は黒い布で包んで、まあ、隠す感じ、このねボックスが見えないようにやっていこうと思います。ただいまこんな感じでございます。で、松葉杖はねカバーし終わりました。すごい適当なんだけど、まあ1日だけだからね、そんなに頑丈にやってもあれなので、まあ多分大丈夫だと思うんで、これが腕手になるやつで、でレッグウォーマーもブーツカバーというのかな、靴とくっつけたので今くっついてますね。靴に見えないけどね、こんな感じです。で、履き入れがあったので、なんかこうなんて言うんだろう、頭にかけるやつを作ったんだけど、と、あともう少しちょっと歯切れがあるから、これ使ってデコレーション用に、なんかこうなんて言うんだろう、こういうなんかフリンジみたいなのつけたらちょっとかわいい、かわいいっていうかいいかなと思うのでやっていこうと思います。とりあえず完成しました。時間取らないで寝てるけど、これまだつけてないんだけど、これ後でかぶせるから、これはみこちゃんに言ってもらうので2枚やるんだけど、多分足りないから、まあどうするかは本人次第だけど、足りなくてもいいのか、全部カバーしてるんだったら、これ1個3ドルなんだけど、ウォルマートで買ってこなきゃいけないしって感じで、多分大丈夫だと思うけど、まだ試着とかしてないからね、どんな感じになるか分かんないけど、とりあえずパーツは全部作ったので、こんな感じですね。はい、ということで、時間もうお昼、もう12時41分なんで、お昼ご飯の時間なんだけど、多分先生後で友達とご飯食べに行くと思うので、家で多分ご飯食べないから私だけなんだけど、どうしようかな、あんまお腹空いてなくて、朝から昨日の残り食べちゃったからあんまりお腹空いてないので、とりあえず先にパッキングしていこうかな。久々にもちくんのコスチュームが出てきたので着させてみました。でもね、去年よりちょっときつくなってるからね、もうちょっと着れないかも、かわいそうな感じ。まあ着れるんだけど、ちょっと歩き回るの辛いかなって感じかわいい、こんな感じかな。もちただいまこんな感じでございます。大丈夫かな、パンツとか落ちてないよね、落ちたら恥ずかしいからねそう、今結局スーツケースは2つになりそうですね。1つだとちょっとあれだから、お兄ちゃんとかに服を頼まれてるので、それも含めると結構もうそれだけで幅取っちゃってるし、もうちょっと多分買うものあるかなって感じで、あとでちょっとターゲット行こうと思ってるんだけど、なんでとりあえずなんかね、帰省ってなるとなんだかんだいっぱいお土産になっちゃうから、まあそんなに高いもんじゃないからあれなんだけど、スーパーとかで買ったもんだけど、いっぱいになっちゃうからね。まあ帰りは逆にそれがなくなるから
で私のお土産入れる感じだから、まあ大丈夫なんだけど、とりあえず今服を選別してて、ちょっと日本の気温とかもいろいろ見て考えてるんだけど、微妙なんだよね。なんかみんな曰く肌寒いから、でもなんかダウンジャケットまではいかないみたいな。でも個人的にはちょっとダウン持ってきたくなくて、かさばるし、あのウルトラライトダウンみたいにこうポーチに入れられればいいんだけど、そういうのじゃないから、普通のダウンだから、まあ、ある程度クシュッとはなるんだけど、ちょっとかさばるから持ってきたくないので、って感じ。今あのなんだっけ、薄手のペラペラの、ペラペラってほどでもないけど、ないんだけど、あのパッドとか何も入ってないミリタリージャケットみたいなロングのやつ持ってるので、それと長いロングのセーターで中長袖着れば大丈夫かなと思って、で一応トレーナーも持ってくから、寒かったらトレーナーも着れるので、そんな感じかな。まあ寒かったら日本で、多分日本で服も可愛いのがあったら買うと思うし、多分わかんないけどね。まあ寒かったら別にお母さんの服とか着れるので借りてね、中ちょっとレイヤー入れて、入れてというか、まあ、長袖何枚か着てもいいし、まあ、とりあえずそれで行こうと思ってます。なんかパッキングって何から始めていくか分かんないから、とりあえずお土産を入れたんだけど、割れ物もあるから包んで、服とかに包んで真ん中の方に入れたいので、うん、今とりあえずね服の選別中で、こんな感じかなっていう服をいろいろ入れてるので大変だけど、明日の夜一応出るつもりなので、先生とカリフォルニアにね、なのでもう今日中にやっちゃいたいので、多分後でターゲット行くと思うんで、ちょっとまだ足りないものとかあるので、若干買いたいものがあるので、はい、そんな感じでもうちょっとなんで頑張ろうと思います。今全身今ちょっと試しに着てみてます。あの上のなんかクモの巣みたいなやつはまだつけてないんだけど、すごいよめっちゃすごいよ、何って感じだよ。ちなみにリュック試作しょってるので、中にねコスチュームはこんな感じです。これで歩く超厚底靴と松葉杖で、先生今帰ってきたからもちくん楽しいけど、楽しい楽しい嬉しいけど、こんな感じ、雲みたいな感じだね。今日はあのターゲットに行こうと思ってたんだけど、時間がねワールドシリーズドジャースの見てたら少し遅くなっちゃって、もう11時ぐらいになるので、今日はオルマートに行こうと思います。オルマートだったら全部揃うしと思って、うん、行ってこようと思います。オルマート来ましたということで、よいしょ、お買い物してきます。なんかお菓子はいっぱい買ったからいいかなって感じなんだけど、先生の明日のドライビングのお供、ドライブのお供のお菓子を買っていくらしいです。見て、ドリトスのわさび味が出てる。ちょっと気になるんだけど、リミテッドタイムオンリーなんだって。めっちゃ気になる。ガーリックブレッド味のポテチとか、マカロニ、チーズマカロニとか、これ全部多分リミテッド系限定商品っぽい。クリスマスのプレゼント用のがもういっぱい出てますね。こんだけ今カートに入ってます。まだもうちょっと探さないといけないので、でもこの時間だと全然誰もいないから買い物しやすい。なんかここ24時間やってるから、なんか時間も気にしなくていいですね。はい、お家帰ってきました。いろいろ買ったんだけど、ちょっともうね時間が遅いので、あのまあでも特に紹介するものはないから、本当になんか必要なコンタクトの液とかそんなんばっかだったんで、あと頼まれてたものと友達のお土産ぐらいだから、特に見せるものはそんなないのであれなんですけど、まだちょっと全然パッキングが終わってなくて、明日の夜で出る予定なので、少しだけ詰めて明日またやらないといけないので、今日のブログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバイ。